ラブプラススペシャルステージ。さあ皆さんこんにちは。あんま盛り上がりに足りないのでちょっと帰ります。皆さんこんにちは。ようこそ紳士淑女の皆様、私マナカの彼氏、そしてリンコの元彼森一丁でございます。どうぞよろしくお願いします。さあ今日はですね、早速もうねステージかなり詰まっておりますので、お父さんお母さんお兄さんをお呼びしたいと思います。ちなみに今日はですね、動画サイトのユーストリームで全国生中継も行わせていただいておりますので、ぜひ皆さんもね、こちらツイッターでつぶやきながらお楽しみいただきたいと思います。それではラブプラス生みの親内田統括プロデューサー、そして石原プロデューサー、キャラクターデザイン美濃太郎さんにご登場いただきたいと思います。皆さんせっかくですから、お父さんお母さんお兄さんで呼んでみたいと思います。いきますよ、せーの、お父さんお母さんそしてお兄さん。はい、こんにちは。こんにちは。はい、どうぞよろしくお願いします。すごい人が、すごい、すごいでしょ。うわ、びっくりした。びっくりした。鳥肌立っちゃいましたよ。びっくりした。これだけ多くの方にお集まりいただきました、はい、改めまして、内田統括プロデューサー、そして石原プロデューサー、さらにキャラクターデザインの美濃太郎さんです。盛大な拍手。こんにちは。ありがとうございます。せっかくですから一言ずついただいてもよろしいですか。はい、いやもう去年ね、小島監督のステージをちょっとお借りして、はい、出させていただいたときに、ええ、ラプラス知ってる人シーンっていう状況だったんですけど、ええ、もう本当になんかちょっと泣きそうです。これだけ多くの方に浸透してますからね。そして石原さん、本当に感無量ですね、うん、本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。美濃太郎さん、はい、いかがですか。これだけ多くの方いらっしゃいました。いやとても嬉しく思います。今日は義理の母というよりかは姑目線で厳しくいきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあこの会場熱気そのままにですね、今日本中がラブプラス現象に沸いているわけなんですけれども、先日のヤフーのトップニュースをはじめ、もう各メディアでも大盛り上がりでございました、ね、熱海でのキャンプすごかったですね。すごかったです。こちらですよ。本当、まずは、うん、熱海この中で行かれた方いらっしゃいますか。いらっしゃいます。おー、すごいね。これは大野専務も喜ぶわけだ。そりゃそうです。ありがとうございます。それで、はい、斉藤栄市長が再選なさったので、この間この場を借りて斉藤市長おめでとうございます。おめでとうございます。熱海市長のね、はい、再選ということで、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。またね、こちら熱海のやっぱりラブプラス特需とまで言われましたから、次回もまた何か考えていらっしゃるんですかね。ねえ、なんかね、なんか考えないとまずいですよね。でもね、そうですよね。さあそしてですね、皆さんなんか胸元についているのが、これがはい、こちらは何でしょう。半分ごめんなさい、半分ごめんなさい、今日会場だけのやつがこのね、あいつの、そうですね、TGS のコナミのコンパニオンの衣装を着た、ほう、TGS 限定ピンズなんですが、残念ながら今日はもう、はいはい、売り切れてしまった。あら、今日の分はね。ということはゲットした人がこの中にいます。あ、結構いた、よかった。あ、でもじゃあ明日またこちら用意してくださるということですかね。そうですね、はい、いいですか。はい、わかりました。じゃあこちらの方は、まあ、数量限定だということなので、ご容赦いただきたいと思います。こっちのピーナッツじゃないや、落花生の方とかね、もうちょっとしたらコナミスタイルでまた買えるようになりますので、はい、今回はまたあるということですね。わかりました、はい、さあそして内田さん、今回の TGS、はい、今までにないラブプラスが楽しめるということなんですが。そうなんですよ。どういうことでしょう。遊んでいただいた方もいらっしゃると思うんですけども、アーケードのラブプラス と、メダルのハッピーデイリー、はいはい、ライフはい、ハッピーデイリーライフ、この間決まったばっかなんでまだ覚えてません。ハッピーデイリーライフというのがですね、はいはい、あって、残念ながら整理券の配布が、まあ、もうごめんなさい、終了しました。あ、はい、こちらですね、筐体ですね。はい、そうですよね。もうこれでもこれプレイアブルが3台ってちょっと少ないんじゃないかなと思ってるんですけども、
本当そうなんですけども、申し訳ありません。でもあのね、あの池袋の方でもロケテストやってたりしますので、そうだそうだ、20日までね、はい、はい、20日までこちらも池袋でやっているということですね。はい、わかりました。さて、そしてですね、後ほど石原さんと美濃太郎さんには、はい、登場していただくわけですけれども、はい、今回またいろんなね要素がある、そして発表があるということですので、そうですね、まあ、お楽しみ。はい、うん、あの整理券終わっちゃうんですけど、はい、まあ、その代わりといってはなんですけど、はいはいはい、開発プロデューサーを呼んでますので、おうおう、細かく説明してもらおうと思いますので。わかりました、はい、じゃあ後ほど石原さんとね、はい、美濃太郎さんお願いしたいと思います。どうぞ皆さん盛大な拍手で一旦お送りいただきたいと思います。はい、また後ほど失礼します。さあ、それでは、はい、ここで呼んでいただいているのは、はい、開発プロデューサーの大橋プロデューサーってよろしいですか。大橋プロデューサーですね。わかりました、はい、早速お呼びしたいと思います。盛大な拍手でお迎えください。大橋プロデューサーです。どうぞ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。大橋さん、はい、すごい集まっていただきましたよ。いや、後ろで聞いてて、うん、どのぐらいいるんかと思って、緊張してたんですよ。めちゃめちゃいますよ、ね、むちゃむちゃいますよ。いや、ほんとびっくりするでしょ。ありがとうございます ね、 ね、本当にありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。それでは一旦じゃあ皆さんおかけください。はい、はい、さあ、ということでですね、いろいろとちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、まず大橋さん、はい、ラブプラスアーケードについてなんですけども、こちらラブプラスがアミューズメント施設の、まあ、アーケードゲームとしてお楽しみいただくことができると、はい、いうことなんですが、まず筐体の方こちらご覧いただきましょうか。そうですね、はい、一番特徴的なのは、あの彼女たちが立体、半立体の形でトップとして、はい、目立つようになってます。ほうほうほう。これ画面は縦なんですか。そうですね、あの彼女たちを、あの大きく近くで見ていただくために縦にあえてしています。で、まあ、大きいですよね、現物見ると綺麗だし。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。ほう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 。これ仕切りがついてるんですか。とのそうですね、はい、まあ、彼女とだけの時間を過ごしていただくために大きなパーテーションを横に置いてます。つけているということなんですね、はい、あと、イヤホンジャックもつけているので、彼女の親切設計ですね、はい、言葉をこそっと聞いてください、はい、じゃあ、あのアーケードに遊びに来ている他の方には彼女との会話は聞こえないということですね。そうですね。じゃあプライベートも守られていると、はい、名前を大声で呼んでもらっても自分の声だけしか聞こえない、はい、なるほどね。そういうわけになっているということなんですけれども、はい、画質も気になるところなんですが、画質は、はい、画質の方は、はい、ちょっと用意してます。おお、なんかこちら出てました。おそうですね、紙の、作り込みとか目、はい、とかは見ていただいた通りすごく綺麗にこれさせていただいたと思います。生え際とかすごいですね。そうですね、はい、ほー、このような状況で目の前に見れると、はい、いうことなんですね、はい、どんな風にして遊ぶんですか。まずはあのスイカ割りっていうのがあるんですけども、はいはい、これあの画面を叩いて、はい、あのまっすぐ進んだり、はい、左右のボタンがあるんですけど、ほうほう、彼女をそういう形で誘導して、うん、スイカを割ってもらうっていうような感じの遊びを提供してます。一つのスイカ割り、はい、ほうほうほう。で次に、はい、まあ、昔皆さん遊んだような、はい、あのだるまさんが転んだっていうのを横のボタンを押しながら、はい、彼女が向こう向いてる間に、はい、まあ、近づくと、ほう、いう遊びを。ちょっと待ってくださいね。これ最後までリンコのところに近づいたらどうなるんですか。タッチできるんですけど、ほう、その、まあ、隠しの要素がいろいろあって。何ですか隠しの要素って。さらに、うん、うんっていう距離まで詰めることができます。見て、もうなんかみんなほんわかした顔になってますけど、まあ、そうよ、多分あなたたちが思う通りよ、はい、そういうことですよね。大人になってなかなかだるまさん転んでやる機会ないですからね。いやいやいや、もう30年ぐらいしてないです僕らも。そうですね、はい、あ、そうですか、だるまさんが転んだが遊べると、はい、なるほど、懐かしんでほしいなと思います。なるほど。そして近くに行くと、まあ、いろんなことができると。そうですね、隠し要素があると、はい、ぜひやってあのそれを体験してください。なるほど、はい、これ彼女とコミュニケーションを取るほど親密度が上がると。そうですね、いうことなんですが、まあ、やればやるほど、はい、いろんな仕草であったりとか、はい、あの声であったりとかっていうのがいろいろ出てくると、はい、ほうほう、長く遊んでもらう、あの、うん、何回でも遊んでもらう楽しさっていうのをあの提供できる、見つけていただくと、はい、これ長く遊ぶと どうなるんですか。親密度が上がっていくと、うん、いろいろ出てきます。ちょっとぐらい教えてくださいよ。そんな
ねえ、ちょっとぐらい教えてくださいよ。これでもあれですよね、うん、ただ勝てばいいだけじゃなくて、彼女ちょっと機嫌悪いなって時は接待プレーで逆に負けてあげたりすると、清水のがまた負けてあげたりするんですか、わざと。そうするとじゃあ、まあ彼女との距離が近くなったりとかっていう演出が増えたりとかっていうのはあります。あるんですね。なかなかないですよ、アーケードに行ってわざと負けてあげるって。まあね、なかなか本当ですよね。ないです、今までないですよね。ないですね、はい、パテント取った方がいいかもしれないです。そう、はい、これ今数字が出てる3、4、5、6、7、8ってのは何ですか。これ、ノット30っていう、あの、はい、まあ、3カウントまで自分で言えて、はい、まあ、30を言わせるっていうゲームですね。なるほどね。あ、じゃあ声、僕らもかけられるんですか。はい。あ、じゃあもう会話型ってことですか。タッチだけじゃなくて。あ、まず会話だけなんで、あ、はいはい、会話はないんですけども、はいはい、あのタッチボタンを押すだけなんですけども、はいはいはい、あ、でノット30をできると。そうですね、はい、これデートを楽しんだ後のお楽しみというのはあるんですか。あ、はい、でゲームを遊んだ後に、はい、思い出、その遊んだあの思い出を形にしようというので、はい、プリントアウトカードが出てきます。ほう。カレンダーカードとか、はい、まあ、そのピースになってて、はい、ワイドカードということで6枚あのせあの集めると1つの絵になるとかっていうようなものを入れたりしてます、はいはい、これちょっと待ってください。右端に出てるのはコナミの制服ですか。そうです、これ TGS バージョン、今回 の、 あの新しいコンパニオン衣装を、はい、彼女たちに着てもらってます。お、これも出てくるんですか。そうですね、あのここに出てる の、 あの2つゲーム中の絵を使ってるやつなんですけど、はいはいはい、オリジナルのやつもたくさんありますので入っていると、はい、なるほど。これはぜひちょっとゲットしていただきたい。そうですね、ですね、はい、さあそして他にはどんな楽しみがあるでしょうか。あと、ゲームをやった後に、はい、彼女からメールが来ます。え、どういうことですか。今日は遊んでくれてありがとうとか。え、自分の携帯電話にメールが来るんですか。はい。え、それはちょっと待って、返すことはできないんですか。うん、ちょっとそこは。え、ちょっと待って、もっと言っていい。写メとか来ないんですか。写メとかは来るかもしれないですね。来るかもしれないんですか。はい。それはこれからってことですか。そうですね、これからです。これはあのぜひあのアドレス帳にアドレス帳に普通にマナカとかネネって書いて、ええ、あの電話帳登録してください。はい、ほうほうほう。それが2ですね。これでも僕ね、はい、ちょっと思ったんですけども、はい、新手のなんか詐欺とかに使われないですかね。真中ですとかって言われてここに電話してくださいなんて言われたらなんか僕電話しそうになっちゃうんですけども、ちょっと気をつけた方がいいですよね、はい、それぐらい嬉しい要素があるということですよね。嬉しいと思います。なるほど、これすごいですね。ちなみにいつぐらい稼働しそうなんですか。稼働はですね、そんなに遠くないタイミングで。遠くないタイミングで、はい、いけると。そうですね。暑いか寒いかで言ったらどっちですか。まあ寒いタイミングに。寒いですか。はい。まあでも温暖化が激しいですからね、はい、最近。寒いタイミングでスイカ割りとかちょっとおつかなと思うんですけど。まあね、冬のスイカ割りってのもまたなかなかおつなものですから。はい、はい。じゃあ冬ぐらいに期待していいってことですかね。そうですね。ぜひ。なんか今ちょっと女性小さい声になりましたけど。なんか元気なくなってますよ。頑張ってますか。元気がなくなりましたけど大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、続いてなんですけども、はい、ラブプラスメダル、ハッピーデイリーライフ、はい、こちらについてもお伺いしたいんですけども、はい、こちらの方はメダルゲームになってまして、はい、同じような形の、はい、商品形態で彼女たちの、デザインをあしらった形で、こちらも初お披露目ですよね。はい、今回が初お披露目です、はい、これなぜメダルゲームにしようと思ったんですか、ラブプラスを。まあだいぶ止まりましたけども、どうしました。何か今気がかりなことでもありました。ちょっと彼女たちの、そのいろんな生活を、はいはい、まあ、ゲームにできないかなっていうのがありまして、はいはいはい、まあそういうところでスコロク的な遊びをメダルでやったらどうかなっていうのが一つ。なるほどね、はい、これつまり見どころを伺いできますか。一つはこれこれ今出てますね、これですよ。 3D ビジョン、彼女たちが立体で出てきます。おお、じゃあ触れるということですか。もちろん。これ触ったらどうなるんですか。反応、ちょっと右の絵みたいにちょっとイヤンってしてますよね。はぁ、はい、これはね、でもね、僕ね、去年あたりから 3D 流行りだしたでしょ。テレビとかもそうですけども、はい、そこで多分出るんじゃないかなと僕は思ってたんです、ね、個人的には、はい、それがでもまさに、まさに今回しかもゲームセンターで
遊べると、アミューズメント施設で遊べると、はいはい、そうですね、触れるということですね。はい、そうですね。え、これもう開発はもう今まさに順調に進んでいると。うん、順調です。元気出していきましょうか、おばさん。順調に進んでます。これちなみにストーリー設定とかってあるんですか？サイドストーリーで、ね、そうですね、お話が、はい、今まではゲームの中では、コンシューマーのゲームの中では声の出演だけだった、はいはい、割と噂だったキャラクターねねさんの同僚の小森真理子さんっていう一部の人が知ってる名前なんですけども、はいはい、そういう人とか、あと、リンコのお父さんとか、え、はい、そういう設定が、あ、出てきた、はい、これこれ出ました。どうですかこれ、ちょっとママかのママ可愛くないですか？ちょっとね、ちょっと頑張りすぎます。美人すぎる感じですよね。僕は、まあ、正直マナカでしたけど、マナカのママでもいい。マナカのママ僕一つ違いでした。あ、そうなんですか。設定としても、はい、マナカのママにもう一度恋しませんかって言ってみたいですよね。でもね、はい、そのぐらい、はい、あ、でもかっちり、リンコのお父さんもかっこいいですね。そうですね、かっこいいですね、思ったより、うん、だいぶ若く変えていただきました。こういう設定上の、はい、まあ、出てくるキャラクターも出てくると。そうですね、いうことなんですね、はい、メダルゲームならではの楽しみ方とかっていうのは、基本的にはまあ、そのスゴロクのようなゲームであるとか、はいはい、ラブプラスのデートをするシーンをちょっとピックアップしたようなチャンススロットであるとかっていうのがあります、はいはい、で大きくはそのドリームチャンスっていうのがあって、うん、それを大きく当てるとジャックポットっていうような遊びがあります。ちょっと待ってください、ドリームチャンスでしょ、でジャックポットでしょ、何が起こるんですか？それはお楽しみ、こう出ましたね、はい、あ、こっちリアルデートモードっていうのがあるんですけども、ほう、彼女が、フロートビジョンに出まして、ここからプレゼントをくれます。プレゼントが出る、はい、そのプレゼントが出るとそれをもらって、まあコナミでイヤミューズメントパスっていうのがあるんですけど、それでデータを持って、はい、グランドクロスって今書いてるんですが、これああコナミが誇る、はいはい、大きなメダルゲームなんですけど、それにカードを持って行って遊ぶと、はい、彼女があたかも横にいるような、マジっすか、グランドクロスを遊んじゃうと、え、真中が隣でグランドクロスを遊ぶってことですか、ようなどういうことですか、どういうことですか、だからリンコとマナカとかネネさんが隣にいるんですね。そうですね、彼女たちがプレイを応援してくれたりとか、ほう、頑張ってとか、ほうほう、今がチャンスとかっていう掛け声をしてくれると。なるほどね、一緒に遊んでるっていう感じになるんです ね。ゲームセンターでいろんな、はい、こうグランドクロスとか他のやつでも遊んでるような感じで遊んでいただけるっていう、できるということですか。実際にそのゲームセンターアーケードにデートに行った感じを味わっていただけるだろうなと思って、ほー、こういう感覚は新しいと思いますよ。いや、新しいですよ、はい、デートができると。そうですね、いうことなんですね、はい、すごいですね。これちなみに、はい、2011年こうご期待と、はい、いうことなんですけれども、はい、2011年のどのあたりなんですかね、冬と。うん、まあ先ほどちょっと出してもらった寒い時期に、寒い時期に、寒い時期に、はい、出させてもらおうかなと思ってますね。稼働開始、はい、まあでも温暖化が激しいですから、ね、寒くなるのかなって感じですけどね。まあそうですね、はい、じゃあこちらちょっとお楽しみにしていただきたいと、はいはい、いうことなんですが、はい、うちのプロデューサーからも何か隠し事があるという。隠し事、ええ、隠し事はちょっと待ってくださいね、内田さん、ちょっと話し合ってからにしましょうか、ね、大丈夫ですかね。隠し事、隠し事というか何か考えてらっしゃるんじゃないかということをお伺いしてるんですが、隠し事ですか、ええ、考えてますよ。こちら何を、え、ですよね、例の方でいいんですよね。例の方です、例の方です、はい、いや、あまり下手なこと言うとまた皆さんに書かれますからね。ま、近々ですね、はい、そっちですよね。そっちです、そっちです。そっちです。近々ですね。近々、ちょっとラプラスユーザーの、全ラプラスユーザーの方が待ってたよっていうような発表できるんじゃないかなと思ってます。ほう、はい、ほう、まあ、大体何のことかお分かりかと思いますけども、まあ、訳あって今言えないんですけども。はい、本当にね、いろいろとね、はい、危ないですから。はい、じゃあこちらの方は、はい、こうご期待という形で。こうご期待です。
という形でよろしいですね。はい、わかりました。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、はい、アミューズメント施設で楽しめる新たなラブプラス、ラブプラスアーケード、そしてラブプラスメダル、ハッピーデイリーライフをご紹介させていただきました。大橋プロデューサー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ盛大な拍手でお送りください。さあ、それではお待たせいたしました。これからは皆さんのお仕方、もうみんなゲラゲラ笑ってますけど大丈夫ですか？ねえ、何がおかしいんだ？何がおかしいんだ？ほらほら来た。はい、違いますよ。出した出した。さっきの発表っていうのは、はい、アーケードとメダルと DS のラブプラスプラスが連動しますということですよね。そうですよ。それですよ。なんでそんな皆さんすごい期待しちゃうじゃないですか。ちょっと聞かなかったことにしてください。なんとなかったことにしてください。アーケードと連動するっていういう話をっていう、そういうあれです。はい、あれでした。はい、でも先ほど多分分かったと思うんですけども、さっきのは聞かなかったことにしてください、ね。はい、さっきは聞かなかったことにしてください。はい、後でもう一回言います。わ、はい、かりました。はい、お願いいたします。はい、さあ、ということでですね、はい、早速いよいよ参りたいと思います。石原さん、美濃太郎さんに再び加わっていただきまして、はい、ここからは愛情表現コンテスト。さあ、それではですね、内田さん、石原さん、そして美濃太郎さんには、はい、お父さん、お母さん、お兄さんの目線でですね、温かくまた厳しい目で審査を行っていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、ここで、審査員を務めてくださるスペシャルゲストのお二人を、お呼びしたいと思います。自身もラブプラス紳士で、先日のラブプラスプラスの発売記念イベントでは司会も務めてくださいました、アメリカザリガニのお二人です。どうも。はい、来ました。どうも。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。どうもでございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。まあでも、とりあえずラブプラスプラスと、はい、それから熱海のイベント、はい、大成功、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、これは言うとかないとね、本当に ね、はい、ね、皆さんのおかげですよ、本当に。いや、内田さん、ヤフーニュース見ましたよ。ありがとうございます。あと何ですか、アメリカの、はい、ウォールストリートジャーナル、はい、見ましたよ。ありがとうございます。何ですか、アンビリーバブルの多さ。いいじゃない。何がそんなに驚きなんだと。いや、それはもう外国の人からしたらね、はい、内田さんにはいろいろ言いたいことがあるんですよ。何でしょう。やめときなさい。この際聞きます。ラブプラスプラスの発売イベントの司会やったん誰ですか。アメザリさんですね。はい、ね、ありがとうございます。アメザリさんです、ね。はい、ボソボソと昔から応援してたの誰ですか。まあ、アメザリさんね、やってたからよく知ってます。ありがとうございます。映画の映画なんで今日司会じゃないんだ。映画だ。そこですか。しっかりしたい人おるな。いやすみません、森さんに任せちゃった映画だ。ほら、じゃあ今日は入るな。あちらでお願いします、先生。お前の方が妙に司会っぽいのが嫌や。小島さんとこもやられるっていうことだったんで、もうちょっと入れすぎかなと思って。すいません。気を使っていただいたんですよ。もう裏で DS でこうやってましたよ、僕も。名刺くれ。さあ、それではですね、はい、ごめんなさい、お二人にも加わっていただきまして、はい、今回はですね、ご親族という立場でよろしいでしょうか。わかりました。ちなみに親族だとどのあたりになるんですかね、地位的な問題では。そうだ、おじさんぐらいですかね。おじさんですかね。年齢的には。いや、もうおじさんになれるんやったら全然ね。なりたいですよ。お前のニュアンスと違うおじさんやから。違うおじさんになります。お金払うんですか。あ、そうです。違います。違います。わかりました。じゃあどうぞね、そちらにおかけいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。なるほど。さあ、それではですね、愛情表現コンテスト大いに盛り上がっていきたいと思います。まず今回のコンテストについて簡単に、説明しておきましょう。出場者は事前募集にエントリーしてくださった多くの方の中から厳正な審査で選ばれました7名のラブプラス紳士淑女の皆様です。家族は、ぜひね、まあ、どれだけ心に響いたかを審査していただきますので、ぜひまた観客の皆さんの、ね、大きな拍手声援も、こちら審査の対象とさせていただきますので、どうぞご協力よろしくお願いいたします。さあ、そして、こちらまずはご覧いただきましょう。事前募集にエントリーをしてくださった皆さんです。すごい数だね。はい、
あのここに乗ってない方からも、はい、もういっぱい来て乗せきれなかったんですよ。これのね、6倍あったらしいです。マジっすか。そうです。すげえ。あの上の子かわいい。僕らもかなり見ましたけどね、すごいですよね、はい、すごいっすね、すごいな、ラブプラザ愛。アメザリさん、愛こちらだと負けます、勝てます？いや、これはね、ギリギリ負けますね。ギリギリ負けるんだ。ギリギリ、でも競ってるって感じですか？あの、嫁にね、没収されるんですよね。確かにね、いろいろあります、家庭の事情がありますもんね。すごい、はい。さあ、それではですね、この中から選ばれた7名が今から登場しますから、はい、厳正な審査をどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、わかりました。さあ、そして気になる商品の方なんですが、発表しましょう。こちらです。まずは審査員全員サイン入りコナミブースコンテナ。上にあります、このコンテナ。あの辺やな。はい、あれ1個取って、あの辺やな。あれを会期終了後にバラして、バラしまして、そこにサインを書いてお送りしたいと思います。素晴らしい。いやー、2010年だけの。はい、いや、素晴らしい。これは贅沢ですよ。この4日間を支えたわけですから。そうなんです。ただし、全然お金がかかっておりません。素晴らしい。なんてエコですね。素晴らしい。コンテナだけに梱包費もいりませんからね。素晴らしい。エコです。ありがとうございます。続いてまいりましょう。こちらです。はい。ユナオさん、書き下ろし、サイン入りイラスト色紙。はい、こちら、あの、受賞された方の彼女のイラストを、はい、プレゼントします。プレゼントすると、いうことになります。ショートカットになってる。すごいでしょ。あ、いいっすね。いや、いいなこれ。続いてこちらです、どうぞ。デキシーズの看板&等身大 POP。 そこにあるやつじゃないですか。これでも何気に豪華ですよ。エコだなこれ。エコですね。これ、あの、どこに飾るかっていうことにもなりますけどね。じゃあ、いいでしょうか。もうフランチャイズとしてお店開いてください。フランチャイズ、それ玄関に飾るってことですか。いや、そういうことになりますよね。これ出そう、店出そう、店。続いてこちらです。デキシーズ出そう。世界に一つ、両面ビジュアルバナー。それですよね。あれ、それですね。エコだな。エコもうこれね、ここまで来るとスタッフが後片付けが嫌だってことがどんどん見えてきますよね。贅沢ですよ。贅沢ですか。そうか、これはヤフオク出せませんね、さすがに。あのね、うちぴー、ほとんどヤフオクっていうのやめて。はい、わかりました。もう言いません。お願いしますよ。でもヤフオク出したらすぐバレですからね。言うな言うな、ヤフオク言うな。あら、出さへん。びっくりしますよ。さあ、この形でですね、商品を用意させていただいておりますので、さらに、いやすげえ、参加賞といたします、すべての方にミノタロウさんのサイン入り非売品 B2 ポスターと、ああ、いいね、うちは統括石原ハッピーミノタロウさん3人の限定名刺、うん、こちらも差し上げるとああいうことになります。ああ、さっきもろたやつや。あ、え、もう漏れたんですか。いや、この下のね、限定名刺はさっき僕は3枚もうコンプリートしましたから。はい、はい、こちらの方をお持ち帰りいただきたいと思います。羨ましい。さあ、それではラブプラス愛情表現コンテスト、早速参りたいと思います。どうなってんやろ。結構ね、皆さんかなり力入れて、まあ愛情表現様々ですからね。様々です。いろんなものがありますからね。いいんです、それで。本当にただ愛を叫ぶだけじゃなくても結構です。はいはい。さあ、それでは早速参りたいと思いますが、裏も準備大丈夫ですかね。どうなんでしょうか。よし、それでは早速参りましょう。お、最初の出場者、どうぞ盛大な拍手でお迎えください。エントリーナンバー1番、ガジョーさんです。拍手拍手。いいよ。お、来た。お、ガジョーさん大きい。大きい、しっかりしてますね。すごい。さあ、それでは早速ちょっとお名前と交際歴、はい、お伺いしてもよろしいですか。彼女の名前は、はい、まず名前の方なんですけども、はいはいはい、ガジョーになります。はい、ガジョーさんですね。はい、はい、そして、交際歴は1年です。はい、お、1年、はい、1年、1年間の交際。ちなみに彼女は誰でしょう。僕の彼女はねねさんです。ねねさん。あ、ねねさん。もうガジョーさん今ロックのなんか持ち方になってますけど、歌いそうですけど大丈夫ですか。聞きますか。聞きません、聞きません、聞きません。さあ、ガジョーさん、それでは、はい、早速、その愛情をですね、こちら皆さんに向かって、はい、はい、表現していただきたいと思います。はい、僕はもともと趣味でダイビングをやってまして、うん、今ちょっと写真出てるんですけれども、で、彼氏の心情としては彼女にも一緒にダイビングをしてほしいなと思いまして、これまでにハワイ、オーストラリア、あと沖縄とか
あと最近漫画にも出た伊豆とかでダイビングをしてたんですけれども今年の5月に実は事件が起きまして、何あの水深20メートルのところで、もう彼女の顔が真っ青になりまして、もうでとりあえず一気に上がると今度僕の命が危ないので、すぐに上がらずに今度陸上に上がって、今度ダイビング用の機材のメンテナンスの部分があったんで、すぐに乾燥はさせたんですね、まあ洗って、でもDS は見るも無残なことになって、ね、カトリッジもまあご覧の通りだからえらいことになってたんですけれども、うんうん、でまあ、当然といえば当然なんですけれども、もう1台 DSLL の方を持って行ってまして、はいはいはい、で一縷の望みにかけてこれをつけましたら、 LL につけたら見慣れた画面が出て、おはい、素晴らしい、拍手、マイクなし、はい、よかったね、よかった、そこはマイクなし、よかった、これそうなので、すげえな、なので帰ってきたと現在も、仲良くムネネさんとダイビングをさせていただいております。よかったね、DS 水中でやるよりできてないからね。まあそうですよね、そうわざわざ水深耐えられるように、あのケースをまあつけてそれでやってたんですけれども、なるほど、不具合があります。上がりました、ガジョンさん、もう言い残すことはないですか。よろしくお願いします。わかりました、それではご家族の皆さん判定をどうぞ。これはすごいな、一発目から、はいはい、アブザルさん3333、お、いきなりいきなり満点でございましたね。あ、そうですか、いやいや、もう最高の17歳ですよ、もうあえて言いますけど、はい、かなりアホです。もう素晴らしいです、ありがとうございます、素晴らしいです。愛があるからこそのアホと、うん、最高、わかりました、ガジョンさん、まずははい、拍手でお送りください、ありがとうございます。最高やな、すごいでしょ、彼女なんとなくお分かりになりました、いや彼女思いやなと、彼女思いでしょ、いや、ね、ほんまの彼女やったら連れて行きますもん、ねえ、間違いないです。ただね、残念なのが彼女に酸素ボンベをつけていなかったということですかね。そうですね、一人だけ助かろうとしてますからね。まさかですよ、いや本当ですね。びっくりしました。さあ続いてまいりましょう、参りましょう、エントリーナンバー2番、この方です。さあ来い、ユイグレンさん、もうええ感じ。さあ、ゆいさん、はい、こっちです、はい、僕喋ってるの僕、すいません、いいです、ゆいさん、ちなみに彼女はどなたですか。りんこです。りんこさん、りんちゃん、お、交際歴はどのぐらいですか。まだ4ヶ月です。まだほやほやですね、一番いい時期ですね、楽しい盛り。さあ、じゃあ早速あなたの愛情を表現していただきたいと思います。今日は何で表現していただけますか。絵描き歌です。絵描き歌で愛情を表現する。それではお願いします。音楽お願いします。お手地場2枚あったよ、おポテト2枚、おお、あった、ポテチをお皿盛り付け、あごつけて、ポテチ一枚食べたら、リンコが待ちきれしでしょ、大きく、おーおー、あざが二つできちゃったみたい、丹下の桜も咲いて、へへと笑うと、一個ありがとうございます。音楽止めてください。おもろ、ちょっとユーグレンさん、いや最高ですけども、なんとなくあの飛ばした感がたくさんあるんですけども大丈夫ですか。いいですか、ですそれはそれでいいんですね。わかりました。さあ皆さんちょっとご覧になっていかがでしたか。感想からまず聞きたいんですけども。素晴らしいね。いや、あのレッドカーペットとかに出れるんじゃないですかね。どちらかというとそっち向き、そっち向きです ね感じがしますね。 あと荒引き団的なね感じですよね。ぜひ見たい。出るんだ。皆太郎さん、はいはい、いかがでしたか。
ライバルかなって。ライバルかな、はい、思いました、はい、だいぶ手抜いてましたよ。クリエイター魂は感じました。本当ですか、わ、はい、かりました。さあそれでは審査員の先生方判定をどうぞ。いやこれ面白い、これ面白い。おお、さあさあさあ、うちぴー何それ、4ってこと。ありがとうございます。おー、すごい、わかりました。ありがとうございました。ゆいぐれさんでした。盛大な拍手でお送りください。面白いなぁ。さあ続いてはですね、2名での登場になります。2人での登場になります。どんな愛情表現なんでしょうか、はい、エントリーナンバー3番この方たちです、どうぞ。さあえらいこっちゃ。ヨネコとジャック、トワの連合です。わー、すげえ。ごめんなさい、怖いんですけど、どうなんですかね。まずごめんなさい、彼女のお名前お伺いするかジェスチャーしていただいてよろしいですか。そうなっちゃいますよね、そうなっちゃいますよね。デンネさん、彼女は、はあ、マナカさんとネネネさんですね。なるほど、これちょっと見ていいですか。溺れる種の愛を抱き、あ、読まない、あ、そうですか、姉ヶ崎ネネ命と書いてあります。さあそれではですね、早速愛情表現お願いします。これはですね、はい、熱海の時に撮ったものですね、はい、見て分かる通り、はい、熱湯かぶれませんのでリーゼントですと。そうですよね。そんなわけで、現地調達しました。今日オーナーの方が来てるんじゃないかと思うんですけれども、あそこいる、あそこいる、あそこいる。なるほどね。っていうか喋ると意外に普通なのが、いやごめんなさい、喋るとね逆にいい方になっちゃいました。いい方になっちゃいましたね、いやごめんなさい。優しい、優しいんですよ。いや彼女にはやっぱり優しく接しないと。なるほどね。その木刀を置いてもらっていいですか。喋りにくそうや、喋りにくそう。さあそして、はい、これはですね、八重島の、はいはい、彼女との思い出です。思い出、なるほど。ほう、彼女の背中に背負って遠く海の方、将来を見据えて。おうおうおう。ただごめんなさい、真中さんは逆を向いている感じがするんですけども。言うな言うな、常に背中を合わせ、目線は海を向いているんじゃないかと。あ、なるほどなるほど、そういうことなんですね。わかりました。あ、そしてこちらは、こちらも、はい、ちょっと彼女と不当で、遠く流れ着いた、初音島で、おうおう、過去を思い振り返りながら、おちょっと海を眺めてる感じですね。なるほどね。よく通報されなかったですね。ありがとうございます。いや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 、それが心配でした。熱海の方は優しい方ばかりでしたので。あ、そうそう。なるほどね、すごいですね。さあそしてねね命、はい、満を持して、ごめんなさい、カラスマスク外してもらってもいいですかね。めっさ何も聞こえないんですけど、声がこもってこもって。すいません。はいはい、これは満を持して、はい、特攻服で参加させていただきました、トワの連合、ほう、デキシーズ、ほう、初代頭ジャック、おお、よろしくお願いします。よいしょー。いめっさおもろいな。さあ愛情を表現していただいてよろしいですか。もう背中が全てを語っている通り、おう、真ん中に人生を捧げてます。おお、すげえ。確かにそうですよね。これなんて書いてあるかちょっとお伺いしてもいいですか。これは、残る全てを灰と化し、おう、心に広がる愛の炎、おう、惚れた女のためならば、はい、俺の人生捧げます。いや、来たー、いや、来たこれ。ほう、そしてねねさんの方もすごいですよ、これね。はい、ねねさんはどんなの、来い、来るかな、来た。溺れるほどの愛を抱き、うん、あなたと紡ぐ姉妹は、おう、たせどもたせども限りなく奏で続けるとはの歌。ほう、おい、なるほどね。プラスになろうとも
もまだ続きがどんどんあるよという、なるほど、いつまでも愛しているという、いつまでも愛しているという、はい、さらに続きを早く出せよという内 P へのプレッシャーと考えてよろしいでしょうか。そのあたりは私ノーコメントとさせていただきたいと存じます。はい、おもろい。さあ他には何か愛情、はい、実はですね、はい、今日はお父さんがいらっしゃいますので、マナカの最大のライバルは、はい、何を隠そう父親なんです。おそれで一つぜひともお父さん、お母さん、お兄さん、おそれではぜひとも娘さんを私にください。よろしくお願いします。おついにご挨拶に来ましたよ。来ましたね。まあこれね、ちょっとじゃあ判定で返していただきましょうか。まさかの、ね、まさかの挨拶に特攻服で。はい、びっくりしますけども。それでは皆さん判定をどうぞ。おもろい。ちょっと石原ピン、石原ピン、え、ちょっとお父さん厳しい。お4点、おお、内ピン4点、お、アメザリの2人は3点、3点、面白い、面白い、ほう、ということなんですが、石原さんどういうことでしょう。いやちょっとまだ若いかなと。あ、まだ若い、真面目、まだ17歳だから、あ、そういうことですね。あ、そういうことですね。もうちょっと経験を、ね、積んでからね、結婚はできる年齢です。何を言うとんねん、何を言うと。まだ、わかりました。まだな、そうは言っても17歳ですからね。まあそうですよね。もうちょっと世間を知ってからでもいいんじゃないかと思いますよ。学校卒業するまで待ちます。面白い。はい、わかりました。ということで、とわの連合さんでした。素晴らしい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。面白い。いや、いいですね。いや、あの刺繍大変やったやろな。今後ともよろしく。これ結構お金かかってますよ、これ。ねえ、よろしくですよ。よろしくです。びっくりしました。でもね、絶対あんな男たちにはあげませんという感じですよね。お父さんならば ね。さて、次の方参りましょう。エントリーナンバーこの方です。様どうぞ。さあ、次も2名での登場。いやあ、やととまなちゃん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。さあ、じゃあ早速なんですけども、これ交際歴とかお伺いした方がいいですか。いいですか。じゃあ彼女でいいんですか。彼女と交際歴を、はい、リンコニャンと1年になります。あ、リンコニャンと1年になります。ほう、続いて、私はまだ2ヶ月、3ヶ月ぐらいです。3ヶ月ぐらい、リンコちゃんですか。マナカさん。あ、マナカさんね、はい、だってマナカさんの格好してるもんね。はい、ということでお二人のじゃあ愛情表現をお願いします。私たちは手作りの衣装で熱海に CG の再現をしに行きました。すごいね。はい、今回は一部なんですけれども、熱海の旅行の中の CG の一部を今回は紹介したいと思います。はい、お願いします。これはフェリーの中ですね。はいはいはい。で、これは夕食の時で、ただちょっとリンコニャンのお刺身用意できなかったのでポテチを用意しました。ほうほう、はい、で、これは、あらららら、二人向き合って、はい、リンコ同士、真中同士で会話をしています。面白いな。リアル彼女通信をしました。すごいね、これ。おおおお、これは、ね、鏡に写真撮ってるの映ってんのがええね。ああ、いいね。ええね。ああ、いいじゃないですか。ええね、ホッとするね。はい、これ大野屋で撮って、これは家族風呂です。おお。で、ネネさんと AR を利用して写真撮りました。貴重なスリーショット。で、これはリアル板車です。ああ、なるほど。レンタカーだったので板車にできなかったのでリアル板車をして、これは熱海の旅行の最中の一部を再現しました。うん、やっとるね。はい、なるほどね。で、これは最後、愛情岬でリアル再現をしてきました。ほうほうほう。はい、彼女になりきることで愛情を表現してきました。なるほど、素晴らしい。かわいいじゃないですか、皆様。さあ、それでは判定を皆さんお願いします。どうぞ。かわいい。かわいい。かわいい。おお、すごい上がった、すごい上がった、すごい上がった。
違う。あ、そうですか。違う。全員ちょっとごめん。こういうの待ってました。じゃね。全員なんか出しすぎや。なんか1か2か3やろ。あるもの全部って感じです。何やねん。かわいい。上がりました。ちょっとうちぴー聞いてみましょうか。うちぴーいかがでしたか。いや、すごいと思うんですけど、もうそうですね。もうちょっとあのアイロン掛けをしっかりやってきてほしかったですね。惜しかった。そこが惜しかった。そこがね。はい。ええ感じ。上がりました、はい。ありがとうございました。エントリーナンバー4番、はい、アヤトとマナでした。いや、いいな。いいね。はい、船のやつもね、はい、天気悪かったんかね。そう。カモメが1匹も飛んでなかったんか。そうそうそう、すごい可愛かったけど、ね、頑張ってるな。さあ、続いてまいりましょう。エントリーナンバー5番、マコト。爽やか。さあ、マコトさん。マコトさん、こっち。僕らじゃないです。マコトさん。ちなみに彼女の名前は？僕の愛しの彼女はねねさんです。ねねさん、交際歴は？今月で9ヶ月になります。9ヶ月、あら、今一番楽しい時ですか？その通りです。あら、そうです、さあ、それでは早速愛情を表現していただいてよろしいでしょうか。どうぞ。ねねさんにメッセージを伝える前に僕と彼女の9ヶ月について説明します。9ヶ月。交際を始めたのは去年のクリスマス。おう、ケーキを食べに行こうというのでケーキを買いに行きました。ケーキを買いに行った。この頃は人前でスキンシップもできない恋愛ビギナーでした。おう、それから順調に交際を重ね、最近は浜名湖の恋人の聖地に行きました。おう、愛情岬と同じハートロックという場所があり、お互いの思いを刻んできました。おう、鍵かけてきた。人目がすごかったんですが、2人ともマックスハートだったので気になりませんでした。おう、そして初めての旅行、二人ともとても緊張していました。1日目の夜は一緒に熱海の夜景を見に行きました。布団かけとる。とても綺麗でした。布団かけ、ね、その日の夜、ねねさんの浴衣を誤って引っ張ってしまい怒られたのはいい思い出です。2日目は初島行きました。ねねさんが記念写真を撮りたいというので近くにいた乗客 B さんに撮影をお願いしました。見てた。ねねさんも永久保存版と喜んでいました。ねねさんと付き合って9ヶ月。はじめはねねさんに引っ張られていた僕も徐々にリードできるようになってきました。少し恥ずかしいのですが、彼女のために恥ずかしくない自分でありたいと自分に対しても厳しくなり、少しずつですが成長を実感しています。彼女もプラス、彼氏もプラス、つまりラブプラスプラス。お父さんのメッセージがようやく分かった気がします。日本中には多くの彼氏、彼女がいて、それぞれが素敵な時間を過ごしていると思います。そして僕はそんな皆さんに負けないよう、この僕の一番そばにいてくれるねねさんをずっとずっと愛し続けます。ねねさん、大好きです。何しとんねん。判定をどうぞ。何をしとんねん。判定をどうぞ。いやいや、まあそうなっちゃいます。そうなっちゃいます。やろう。もうそうなっちゃいます。そうなっちゃいますね。マコトさん、もういいですか。はい。マコトさん、リアルにモテそうなんですけどもね。外見よりも中身を判断してほしいです。何を言うと。マコトさん、ごめんなさい。お帰りください。どうも盛大な拍手でお送りください。すごいね。すごいでしょ。緊張してたんか。乳首ビンビンやったね。ちょっと緊張してたよね。緊張されたんでしょうね。ちょっと最高。皆さんごめんなさい、一個だけお願いがあるの聞いてくれる？あのカメラのちょうど後ろ側にいらっしゃるお客様、座っていらっしゃって大変申し訳ないんだけど、一旦ご起立いただきまして、ちょっとだけ半歩でいいから詰めてもらっていい？カメラの後ろ側にいらっしゃるお客様、ありがとう。ごめんなさいね。ありがとう。すいません。ありがとうございます。めっちゃ言うこと聞いてくれるな。すいません。人ですね。でもみんな本当紳士淑女ってこういうことでしょうね。さすがや。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。さあ、続いてまいりたいと思います、はい、エントリーナンバー6、ゆうきさんです。拍手。おお、これはゆうきさん、はい、こんにちは。こんにちは。ゆうきさんも。あの、僕は喋ってないですよ。なんでみんな向こう。絶対俺の方見てくんないんだけど。ゆうきさん、はい、ちなみに彼女の名前は？彼女はマナカです。
マナカ、はい、マナカちゃんとどのぐらい交際してますか？交際歴は今日でちょうど7ヶ月で、今日で7ヶ月、今、はい、今熱海旅行中なんですよ。だから浴衣なの今、はい、なるほどね、旅行中なんや。わかりました。じゃあ早速愛情表現してください、どうぞ。これは熱海ラブプラス祭りで、ほう、まあツーショット撮った写真なんですが、ちょっと見づらいかもしれないですが、ここの真ん中のこれですかね、はい、これ実は横浜の自宅で撮った熱海大野屋さんの AR なんですが、なんと横浜で撮れることを発覚しちゃったんですね、はい、であとちょっとこっちの方がいいです。次はこのここのやついいですか。このどうした、うん、せっかくだから俺のワイヤレス使おうか、あーハンドでいいや、うん、でこのやつは、うん、あの熱海ラブプラス祭りの協賛店の方と協力していただいて撮った AR なんですが、はい、まあ、今回のこういうなんだろう撮らせてくれるっていう機会を与えてくださった、まあ、お父さんをはじめコナミの皆さんとあと熱海市の皆さんですか、ね、には本当に感謝してると思います。でこの場をもってなんですが、ほう、まあ、お父さんはじめコナミの皆さんとあと熱海市の皆さんにお礼を言わせていただきたいと思います。はい、コナミの皆さん、そして熱海市の皆さん、本当にありがとうございました。どういたしまして。紳士やな。最後になりますが、ほう、まあ、ちょっと彼女への愛をここで叫んでみたいと思います。お願いします。ここへ来て叫ぶか。マナカどうした、頑張れ頑張れ頑張れ。俺とお前住む世界ちょっとだけ違うけど、この愛だけは本物だ。マナカ愛してるぞ。やったー。以上です、ありがとうございました。さあそれでは皆さん判定をどうぞ。素晴らしい素晴らしい素晴らしい、もうこのファンのみんなに頑張れって言わすとか素晴らしい素晴らしいはい、ということでありがとうございます、ゆうきさんでした。いやいいですね。いや純粋純粋、これだけ皆さん一緒になって ねすごいじゃないですか。いやだって叫んだ時あの通路歩いてる人があ何や言って見てましたもんねえ、ステージに向かって頑張れってどういうことだと。熱い、今このステージ熱い、今一つになってますよ。さあそれでは最後です、エントリーナンバー7、はい、山下泉さん。おおおお、なにこれなにこれなにそれ、いや、あら、え、おおおすごいすごい、え、これなどういうこと。これはマナカの誕生日が近いのでキャラケーキを作って今日は持ってきました。10月5日そうですね。えなんでちょっと本当はもっと後に作る予定だったんですけど、おおちょっとイベントがあるということで前倒しして。すごいじゃない、これちょっとせっかくだからじゃあ愛情表現なんですけどどうする。ハッピーバースデーを歌ってあげようかなと思ってね、みんなちょっと一緒に歌いましょうよ、みんなで、ね、前倒して歌おう、みんな一つになろうものすごいなんか爽やかですけどすいません。じゃあせっかくなんで、はい、音じゃあ撮ってもらってもいいですか。あ、はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。はい、お願いしますね。じゃあせーの、ハッピーバースデー真ん中からトゥー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア真ん中、おめでとうおめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、イエーイ、いやおめでとう、すごいおめでとう、まさかここで祝えるとは。そうですよね。さあじゃあ判定をお願いします、どうぞ。これはすごい、これはすごい、おお、全員満点やな、かなり満点な感じになってますけどもはい、ということですね、はい、ありがとうございます。山下さんでした。いや、すごい。さあということでですね、全ての愛情表現が終了しましたね。ここで審査員の先生方には各所いろんな部門がありますので、ぜひちょっと審査を行っていただきたいと思います。お願いします。今回はですね、事前に何も話し合っておりませんので、本当にここで無駄に時間を取って
決めております。ご家族の皆さん大丈夫ですか？決まりました。大丈夫ですね。決まりました。わかりました。それでは改めて出場者の皆様に再度ご登場していただきましょう。盛大な拍手でお迎えください。わー、はい、ガジョーさん、ユイグレンさん、トワノ連合さん、あやとまなさん、まことさん、ゆきさん、そして山下さん。さあ、ということです。こちらたくさんいらっしゃいました。ありがとうございます。さあ、それではですね、早速なんですけれども、ご家族の皆様、愛情表現コンテスト、こちらの方で各賞を発表させていただきたいと思います。まずは、アメザリ賞ということで、はい、お二人に。そうですね、はい、僕らはやっぱり恋愛暴走族のお二人がやっぱりいいんじゃないかと。トワノ連合、はい、僕の弟も昔リアルな暴走族でして、知らんから今まだニートでございますもうぜひお二人のね、この刺繍の気合とかアメザリ賞にしたいなと。なるほど、思っております、はい、ということでアメザリ賞はトワノ連合です。お二人おめでとうございます。こちらのお二人には後ほどね、プレゼントを差し上げたいと思いますのでお待ちください。はい、さあ、サイン入りこちらブースコンテナですので、終わった後になりますね。はい、会期終了後になりますはい、当日ということですね。わかりました、はいはい、送ります、送ります。さあ、続いてミノタロウ賞です、はい、お願いします。そうですね、みんなすごい素晴らしかったんですけども、はい、愛のパティシエの彼女に、はい、ミノタロウ賞差し上げます。山下さんです、おめでとうございます。チョコレート溶けないで、チョコレート溶けない。これちなみに山下さん、どのぐらいかかったんですか、期間って。丸2日かかりました。結構時間かかった。はい、20時間ちょっと。20時間もかかるだ、あら、それは大変だ。真中ちゃんも嬉しいでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして、ミノタロウ賞ですから、書き下ろしのサイン入りイラスト、はい、はい、後ほどお渡ししたいと思います。さあ、続いて石原プロデューサー賞お願いします。はい、ですね、4番のあやとまなさんたちに。あら、あやとまなさん、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、あ、アイロンも買ってもらいな。買ってもらい、アイロンも買ってもらえないって本当のパパじゃないですか、それ。アイロンも買ってもらえ本当だ、はい、さあ、そして惜しくも、ね、賞を漏れた方にはその愛情をしっかりと伝えてくれた紳士淑女の皆様には、はい、内田統括プロデューサーより参加賞をですね、後ほどこちらお渡ししたいと思います。はい、はい、ということで会場の皆様、内田さんのすいません、内田賞もお願いして、はい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 、惜しくも内田賞になったことの発表、はい、惜しくもじゃない、はい、惜しくもじゃない、ほら内田さんそういう方しない、はい、ですね、本当にもう本当に皆さんに差し上げたいんですけど、はい、本当にもう嬉しかったんですけど、やっぱりね、ここはちょっとやっぱり紳士のなんていうか模範を示してくれたようなところがあると思いますので、ほうほう、5番の誠さんに、おお、はい、すごく素晴らしくて、皆さんもお手本になる素晴らしい紳士だったと思います。なるほど、はい、でも内田さん、この人に新しい DS を買ってあげてください別で、また別で分かりました、ありがとうございます。ということで各賞すべて発表しました。盛大な拍手をお送りください。おめでとうございました。これからも、これからも頑張ってね。そうですね、これからも頑張ってください。よろしく。はい、ということで、はい、最後ですね、内田統括プロデューサーより一言お願いします。はい、はい、すいません。それでは、本当に本当にもう大勢の皆さん集まっていただいてありがとうございます。もう昨年 TGS からね、本当にどん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 話題が膨らんでいって、昨日もか一昨日もゲーム大賞優秀賞というのをいただきまして、これもありがとうございます。これも本当に我々の作ったゲームというものがあるんですけど、そこからさらにこうやってここにいらっしゃる皆さんのようにですね、さらに遊びをこう作っていってくださった皆さんの本当におかげだと思っております。ありがとうございます。ございます。はい、そしてさっき口が滑っちゃったんですけども、はい、ここにいらっしゃる皆さんがですね、一番ちょっと注目しているというか知りたい情報をちょっとこの場では言えないんですけども、ええ、もう近々、発表ができると思いますので、そちらもお楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございます。はい、ということですね、こちらも近々発表があると
ということです。詳しくはホームページの方でね、そうですね、はい、確認していただきたいと思います、はい、情報を待っていただければと思います、はい、さあそれでは、最後にですね、うちは P というかお父様より、紳士淑女の皆さんのメッセージがありますので、ぜひ皆さん大きなお返事でですね答えていただきたいと思います。それでは内田統括プロデューサーよろしくお願いします。はい、それじゃあこれから皆さん、末永くね高校生らしいお付き合いをしなさい。はーい、いつもあなたのことすぎる。はい、ということでまずは出場者の皆様に盛大な拍手をお送りいただけますでしょうか。ありがとうございました。さあそして、アメザリのお二人、はい、ね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。すいません、はい、盛大な拍手をお送りいただけますでしょうか。とうそして、内田統括プロデューサー石原さん、水太郎さん、最後までお付き合いありがとうございます。また今後ともどうぞよろしくお願いします。盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。